ということで皆さんこんばんは、剛力翔です。よろしくお願いします。さて今日の内容なんですけども、いろんな色の手話表現やっていきたいと思います。今日は10色色の表現をお届けします。ぜひ覚えていただきたいと思います。最後には詳しい説明も入れながら皆さんにお届けしますので、はい、まずは見て一緒に真似していただけたら嬉しいです。では本日も一日よろしくお願いします。ということで皆さんいかがだったでしょうか。いけましたか。まあ、今回は色の表現はまあ簡単かなと思いますが、説明を入れながら一緒にやっていきたいと思います。赤、まあ、これは赤、唇の色を唇をなぞる感じで赤です。はい、そして次青、青男性のひげを、はい、触るというか表すというかイメージで青、青、黄色、親指と人差し指、日本でですね、親指を額のところに持ってきてちょんちょんと2回ほどやります。黄色、これはひよこという手話表現もあります、意味もあります。ひよこ、そして黄色、同じ意味です。緑、これは森という手話の意味もあります。緑、緑、 OK、 緑。オレンジ、これは O という指文字、 O という指文字を2回ほど揺らします。オレンジ、オレンジ。紫はムーという指文字で唇をなぞります。紫、紫。茶色、グー、拳を作りまして顎のところをちょんちょんと茶色とやります。ちょんちょんとやります。茶色。栗という手話と同じでもあります。茶色。黒、黒、髪の毛、黒、髪の毛をなぞるイメージで黒。
黒、白ですね。これは歯を赤と反対に動かします。白、白、白、白。そして次ラスト、ピンク。これは桃という手話の意味もあります。ピンク、ピンク、2回こうやってピンクでも大丈夫です。ピンク、ピンク。はい、以上でございます。説明が入ったら少し分かりやすくなると思いますので、色の表現覚えていただいて、普段の日常生活の中でも使ってみてください。ちなみに僕の好きな色は赤です。皆さんの好きな色は何ですか？コメント残していっていただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。バイチ。景色の向こう側へ。